くさん、こんにちは。声大丈夫、音大丈夫です。音大丈夫です。かわいい、こんにちは、はじめまして。光のものから DM が来たのだ。光のもの？光のものって何ですか？光のところにいるだろう。光のところには、ちょっとですね、早速会話できなくなった、今日初めて。そうですね、いや、チャンスよ、初めての人と喋りたいなと思って、ロアちゃん先輩、デビュー前からずっと見てたんで、星川は。あ、見てたの、恥ずかしい。え、かわいい。自己アグでよ、ロアを呼んだら。なんで？なんでですか？ロアが人見知りで喋らなくなるかもしれないか。かわいい。え、パンツの色、ちょっと聞いてもいいですか？え？うん？すいません、最近何してるんですか、ロアちゃん先輩。最近は牛乳飲みすぎてトイレに引きこもっていたのな。うわ、うんこだ。すいません。違う！出ないよ！ダメだよ！出ないよ！邪魔！なんでそういうこと言うんだよ！って言って、チン！こうじゃなくて、チン！かわいいね、かわいい。そうなの？そらちゃんこって言うの？うんこって言いますよ。やばい、そのうんこのその単語にこんだけ反応してもらえるのめっちゃ嬉しいんすけど。チ、チだよ。いつまでも言いますよ、うんこ。ダメだよ、今度はなんかのぶとそうでしょ。え、うんこじゃなくてうんちの方がいいってことですか？そうそうそう、の方がなんかうさぎのプリプリうんちっぽいでしょ。あー、私うんちってなんかべちゃべちゃ感ありますけどね、イメージ的に。気まず。気まずくない？いけそう。エロアちゃん、なんか好きなものとかないんですか？星川ディズニー好きなんですけど。あ、ディズニー好きだよ。本当ですか？行ったことあります？あるよ。お、どっちが好きですか？シートランド。シー。どっちも行ったことありますか？あるよ。光のものやんけ、ロアちゃん先輩。影のものだよ。影のものじゃないですよ。だって本当の影のものはディズニー嫌いますからね。共通してくれた人に言ったけど。でも一人で行くよ。え？あ？すいません、光のものじゃねえかよ。一人で何しに行くんすか？え？一人で何しに行くってディズニー行くんだよ。アトラクション乗るんですか？一人で。じゃあ光のものはディズニーに何しに行くんだよ。え、だって友達と一緒にアトラクション乗ってご飯食べてですよ。え、一人でアトラクション乗るんですか？乗らん。乗らない。入って何するんですか？入って景色見てベンチ座って。うん。お、で帰るんですか？ご飯食べて。ご飯食べて。あ、ミッキー探して探して、あのさ、お金入れたらさ、コイン出てくるやつあるじゃん。はい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 、あれを店員さんに、はい、あのマリーちゃんのどこですかって聞いて、はいはいはい、この話やめる。いやでも遊び方がその金持ちか年パスかみたいな、なんかそういうレベルの遊び方ですね。いや、年パス持ってます？持ってるのだ。あ、嘘、え、持ってる、嘘、嘘ですよ。え、本当に？うわ、持ってないけど、サラちゃん持ってんの？サラちゃん持ってますね。光ってるね。え、そっか、持ってない。じゃあさ、光のものは何して遊んでいるの？ディズニーでですか？うん、普段。あ、普段ですか？光のものでもないけど、なんだろう、何してるかな？ご飯食べてるだけですね。もしかも別にそんな遊び行かないんで。カラオケとか？一人で行くん？一人で行くわけないです。やめてください。ちょっと虚しいです。ちょっと待って。すいません。食べちゃった。もしもし？泣いてないですか？大丈夫ですか？いや、泣かないよ。このことで泣かないの。おいしい。光りすぎだよ。いつから歌ってるんだよ。ゲームで遊んでます、普段と人と。いや、え、ゲームと人な、あの常に人がいるのか。人とあんまりゲームで遊ぶこともないってことですか？違う、一緒に遊びたいなっていう星川のお誘いの気持ち、一緒に遊びませんか？あ、一緒に遊ぶの嬉しいよ。一緒、ロアはね、はい、一人
てでも何でもできるようにね、練習してるの、普段。そうですか。じゃあゲーム上手いかも。いや、最近はゲームするのも諦めて、寝れない配信しているのな。あ、そうですね。配信頑張ってるの偉いですね。じゃあその、暇な時間で欲しかった。ちょっと遊びましょうよ、今度。あ、遊ぶー、かわいいあ、でもね、はい、DM 来たのね、嬉しかったよ。DM？ いつもですか？今ですか？今来たよね。あ、そうですね。話していいですかって。あ、嬉しい。よかった。なんか、急に言ったから大丈夫かなって思ってました。あ、全然だよ。わ、よかった。嬉しいよ。うん。え、エペックスやってないですか？あ、いや、全然エペックスなんてもうクソですよ。マジ、全然気にしないでください。はい、1年前に削除したの、はい、あー、いや、そうっすね、あれ消すべきっすよね、あのゲーム。いや、わかりますよ。うっすねー。スプラとかですかね、ラジオ先輩好きなの。なんか消せ感があるんだ。やっぱ光のものってなんか似てるんかな。なんかあの師匠にちょっと似ているところがあるのも。やめてね、やめてあの師匠ふわふわみなとですか。うわ、うん、やっぱ光ってるものってやっぱそういう傾向があるのだあれと一緒になるのやだな、星子は。いやでも遊びましょう、遊びたいっすよ。遊ぶね、今耳出てきた、あの角が出てきたねバレてるバレてるかわいい。あ、いつでも待っていいから遊んでほしいのな。はい、遊びましょう、ありがとうございます。絶対 DM 送るんで、あの返事返してくださいよ。ほんと？はい、はい、しよう。よかった、ありがとうございました、呼んでくれてありがとう。はい、バイバイ。